でもここは秋葉原行きだということで、今からこの150円の金額券を使って山崎選手したいと思います。米沢泉のフィールファイン TV、 おはようございます。日曜日の朝です。喉が枯れておりますが、昨日、組合の敵大会で米沢は今年も代表者に選任されました。満票で信任されたんでちょっとほっとしています。代表者はもう執行委員会での議決権もなくて招集権しかなくてですね、なんでそうかっていうと、代表者は法人登記簿に住所が出ちゃうんだね、自宅のね。で前ね、キャバクラの悪質経営者から、直接自宅に嫌がらせされたケースもあったということでね、会社の個人会社、休眠会社持ってて、すでに住所さらされている米沢が、引き受けているというね、そういう構造でございます。ということで、そこでちょっと騒ぎしてみました。その後の打ち上げでね、ちょっと騒ぎしました。その前の日の金曜日も朝まで飲んだんだよね、会社でね。毎月最終金曜日ね、夜の飲み会、会社持ちで飲み会、部屋じゃないや、オフィスの中にカウンターバーがあって、そこで、缶チューハイとか缶ビールとかね、飲みながらやつして、そこでもちょっと騒ぎすぎましたね。そこが大きいかな。そこで喉が痛まっているのに、今日昨日昨晩も騒いだんですが、これ飲めないですね。本日のお題ですけれども、山手線 N 周耐久レースです。錦糸町駅から増加の店の中崎、またカメラを回しに進んでいました。まあ今日はどこまで座れるかの勝負ではありますね。秋葉原駅電気街口で降りましてね、この駅前にありますセブンイレブン秋葉原電気街口店、こちらのマルチコピーでね、プリントアウトしたら A4 の紙が切れてまして、紙が入らないっていう、なんかね、壊れてましたね。あの紙を入れるところのガイドが A4 版より狭くなってて絶対入れないになってて、で店員さんが手間取ってるうちにキャンセルされて、このマルチコピーアプリセブンイレブンからデータが消えてしまいまして、大パニック状態に陥ったんですけど、改めて Google ドライブ開いて PDF 出力をやり直して、B4 に拡大して出力しました。はい、これでもって緑の窓口で回し込みました。秋葉原駅緑の窓口で、駅員さん、係員さんに無茶な発見をお願いしましたが、まあまあ普通の時間で出てきましたね。超速じゃなかったですけど、特に迷いなく操作されていて、一括操作で2050円現金、じゃあクレジット精算、大人の休日クラブビューカードなんで、投資とついていますね。それぞれの乗車券はこれでひたすら山手線を回っていくんですけども、その使うときにそれぞれの券を解説したいと思います。っていうか、これ乗って降りるまでの間何の動画を挟めばいいんだこれ。まあ最初の1周だけか全駅出しますかね。はい、どうしましょう。そして、全部この乗車券っていうのは、こういう形でね、なってますけども、最初使うやつ決めてなかった、どれにしようかな。はい、ということで悩みますけども、もう決めました。はい、これにしましょう。はい、またもうだいぶ時間経ちましたけどね、1枚目をどれするか悩んだんですけど、まあやっぱり普通に経路通りに乗るやつから始めましょうね。ということで、補正禁止交差操作が必要ですけれども、この秋葉原から秋葉原までというね、乗車券で、乗ってまいりたいと思います。挿入。はい、もちろん無事充電できました。これ出場できるかどうかがちょっと鍵でしょうね。いや、もう自分で発見しておいて経路忘れてますけど、これ東海道中央東東北っていう、もう謎すぎる経路なんですけど、これは外回りですね。外回りということになります。やってまいりました。秋葉原駅から山手線外回りで一周まずやってまいりましょう。
られると大変ありがたいんですが、座れそうですね。はい、座ると座った状態でブツブツやるときに、立った状態でブツブツやるとより一層やばいという話があるんですけど、じゃあクレーボーシャー当たりましょう。神田駅で出たところで説明させていただきます。ただいま乗っている上の切符は経路が東北東海道中央東東北となっておりますが、こちら、秋葉原から東京が東京から品川が東海道で、品川から代々木までが、山手1なんですけど、こちらはインディが省略されます。で、代々木から新宿が、中央東で、新宿から田端までが、山手2なんですけど、これもインディ省略で、田端から秋葉原までが東北本線となってますね。で、初駅の秋葉原の上に四角、白四角4つですけど、これは在来線経由ですね、という位置です。そして、参考までに本次に使おうと思っているこちらですね、初駅の秋葉原の上に黒四角4つになってまして、乗車券確保完となってまして、これは、東京品川線の新幹線経由する乗車券として購入しているために、このようになっているという、ね、ことなので、この微妙な違いがありますね。で、特殊券全部印刷されていますが、これはこの乗車券で改めて説明していきます。で、上の切符は、大都市近郊の間、総合発着ですので、逆回りに乗ってもいいんですけど、こちらは、東京品川間新幹線なので、大都市近郊の間総合発着でないために、経路通りしか乗れないということになりますね。そして東京に到着です。税金して買った500円の切符投入追加まれていきました。というわけでこれで1周目がおしまいとなりました。さあ引き続き2周目を回ってまいりましょう。どれでいくかな。まあ次これですね。先ほどとの比較ということで、ね、こちらで回ってまいりましょう。こちらはね、ご覧いただいて分かるように東海道新幹線を経由することによって乗車券の後に後ろに括弧間そして、四角4つ黒い四角4つがありますね。はい、ということで2周目開始でございます。ちょっとトイレ行こう。はい、無事トイレ済ませまして、ね、大きなお花が詰めました。何のこっちゃ、山手線外回り、まあ、正確には大崎駅なんですけど、こちら2周目参りましょう。座れないかな。はい、東京駅ですね。ここから切符の経路上は、東海道新幹線特殊形成東京間東京いいですか。一番の何だろう、分かんない、気がついた。TOTOB はい、ということで、特殊経路があります。新幹線と在来線で効率が異なるため、新幹線と在来線の接続駅に環状線、矛盾が起こらないように特殊経路があるように特殊経路が設置されており、東海の特殊経路を通って3経路目の東海の新幹線があります。ここは新在同一の原則で選択乗車ということですね。山手線の
山手線とか東海道線。これで、この業者センターを作れば、学園ランド7件ですね。これ、印字されないですね。変わりまして、中央線、9号ですね。新宿まで山手線、病院線、中央です。はい、お互いのホームの端から見えるお互いのホームに、新宿駅、こちらで、乗車券の経路、6経路で中央東、終わってです。ここから山手に、山手線にですけど、こちらは印字省略のため、印字されてません。はい、博多駅で7キロ目山手に行きましまいです、ね、あと東北本線8キロ目出しています。はい、秋葉原駅で下車して2周目完了でございます。もはや何をやってるのかわからないですけどね、1周目はあの各駅のね、到着のシーンを、シーンじゃない、到着時の映像を撮っていることによって、他のことやる時間ほどになりませんでしたが、今ちょっと某資格系の試験勉強ができましたね。さあ、降りましょう。ありがとうございました。はい、無事追い込まれました。さあ、ここからはですね、山手線周の環状線周乗車をするときの、実はごく基本テクニックであるところのね、隣の駅までの往復乗車券を購入して、それを併用して乗るというやつですね。そちらをやってみたいと思いますが、変化球をします。これ岡山町から秋葉原までの往復乗車券でございますが、まあ、これを当然ね、この、岡山町から秋葉原乗ったとして、どうぞ岡山町から秋葉原までの1駅分はこの上の行き券で乗車できますし、そして秋葉原からぐるっと外回りで御徒町まで乗る一周の乗車を、この帰り券の秋葉原から御徒町の大都市近郊区間内の大回り選択乗車で乗るということによって、合わせて一周ちょうどできるというね、まあ、ものなんですね。それをやるんですけれども、今回ですね、この超トリッキー、超でもないですよね、実は使える話として、この帰り券から交渉開始するっていうのをやってみようと思います。さすがに自動改札機対応してないと思いますが、当然ながらこれはそうすると有人改札でできるかどうかもね、まあ、あの確認になると思いますので、乗ってまいりたいと思います。実は普通乗車券に、普通往復乗車券に関しては、帰り券を後に使わなければいけない、行きを先に使わなければいけないという規定が存在しないため、帰りを先に使うことができるというね、ことになっています。もちろん払い戻しの時とかの効力としてはね、非対称なんですけども、乗車券として普通に使う、行使する分には逆に使ってもいいというね、ことになっています。これはあの普通の往復乗車券だけであって、特別客乗車券、特特切符には適用されないのでご注意ください。では乗ってまいりましょう。はい、帰り券を投入。まあ別にこれはね、行き券の効力は自動改札機には分かりませんので、普通に通れて当たり前なんですけど、さあこちらで3周目いきましょう。厳密には大崎駅です。もうちょっと滑りながらドア際に、回復券の講師が終わりました。ここから行き券の取りを、はい、山手線3周目おしまいでございます。さあ、これは自動改札から出られるんでしょうか。まず通れないと思うんですけどね、これね、まあ能力を確認するということでね、連続した2枚の乗車券なんですが、出られませんでした。当たり前ですね。帰り券を先に行使し始めて入場して、で御徒町からこれで山手線一周してきたので、はい、でこれであのお持ち帰りしたいので、はい、お願いします。というわけで、無事チケットキャンセラーの穴が、ね、今回は右上に開いてますが、あとこの謎すぎる巨大、シャチアタではないゴム印の乗車記念印をいただきましたね。これで
て、3週目おしまいでございます。さあではこれから山手線4週目ですが、こちら秋葉原から秋葉原中央東東北が県線になってまして、これは、例によって総武2が臨時省略なので、経路としては秋葉原からお茶の水までが、総武2、お茶の水から神田までが中央東、そして神田から秋葉原が東北本線ということで、3経路で、営業キロ 2.9 キロのため初乗り運賃150円が適用されます。そして大都市近郊区間内総合発着ですから、これで山手線1周はできるということで、これが山手線1周を乗車を行うための最安値の乗車券ということになります。あの IC カードでは環状線1周乗れませんのでね、乗車券買うとなるとこれが最安値ですし、この、150円で、山手線1周乗るには発着駅を秋葉原か神田にしないといけないということもありますね。さあ入場してまいりましょう。そろそろ秋です。まあでも、一昨日のね、ダメティッタ激辛動画編集公開まで終わりました。はい、すいません、これ記念にいただきたいんですけど。はい、かしこまりました。乗車券の発行してよろしいですか。はい、お願いします。はい、インクカードを用意してください。はい、ありがとうございます。というわけで、改めていただきました乗車記念印でJR 東日本最短大型切符、JR 最短大型切符です。実はね、今回は山手線一周を乗車するための最安値の、切符ということでね、無事一周できました。さて、5周目、6周目ということでね、一度に2周してしまおうと思います。こちら、秋葉原から秋葉原の連続乗車券ですね。現在の JR の旅客提供制度では連続乗車券というのは片道でも往復でも発行できない一連の行程について最大2往、2枚の2の2つの紙の、切符として発券するというのが連続乗車券です。連続1往目の、着駅と、連続に2往目の着駅が一致していることが必須条件です。その他に規則を見る限りでは、その1経路目の着駅で、片道切符としての条件を打ち切りになるっていうような場合にのみ発行できるように書かれているんですが、現実に JR 東日本の扱いとしてはそうには関係なく、単に往復乗車券にならないやつは全部連続乗車券で売るっていう謎扱いになっているというね、まあそういうことでございます。そして、この切符どちらも、中央東東北となってまして、まあ、総武2が省略されているわけで、さっきの片道乗車券と全く同じ経路ですね。秋葉原、お茶の水、神田、秋葉原で連続には全く同じ切符なんですけども、これはもしこれを往復乗車券にすると帰りは、秋葉原、神田、お茶の水、秋葉原という経路になるわけですね。なのでその往復乗車券になって2周するという経路を買うと連続乗車券になるというね。で、昔は連続乗車券って戦後間もなくまでは、無限に発売できたらしいんですけど、今は2枚になってますので、3周はできないので、ね、2周はできないになります。さあでは入場してまいりましょう。これは閉まって、あ、そうだ、連続にもね、連続にから先使えるんだよってことで、これは連続にで入場しましょうね。はい、ということです。もうアホそのものですね、もうね。はい、連続2で先に入場しました。往復乗車券と同様に連続乗車券も1枚目と2枚目を、使うっていうね、その順で使わなければいけないという規則がないために2を先に使ったり構わないです。
はい、山手線最終です。5周目が終わりまして、連続2の利用が終わりました、この次に連続1の利用を開始しまして、練習を取っていきたいと思います。はい、秋葉原駅におりまして、6周目完成ですね。まだまだ先が長いです。さあ、さすがにこれダメでしょうけど、一応やってみましょうかね。ダメでした。当たり前です。あ、人を妨害しなくて済んだと。これで、はい、入場して山手線2周してきたんで、これで足りてると思うんですけど、記念にいただきたいのでお願いします。はい、その絵のない方でお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お手数おかけしました。無事、はい、今度は向こう院が、希望できましたね。向こう院もらって持ち帰りです。さあ、7周目、8周目、今度は秋葉原から秋葉原の環状線周の往復乗車券を使います。往復乗車券ですので、雪と帰りの経路は逆になっていますね。雪の経路は総武には登録されていて、東部に中央、東、東北となってまして、秋葉原、お茶の水、神田、秋葉原、そしてこちらは帰り券ですので、東北チュートになってまして、東北チュートになってまして、秋葉原だから神田、お茶の水、秋葉原と、まあ、そういう経路ですね。まあ、いずれにせよ、どちらにせよですね、大都市近郊管内走行発着ですので、選択乗車、大回りが可能ですから、どう乗ってもいいし、それから先ほど説明したように帰り券を先に使ってもいいわけですから、とりあえず帰り券を先に使って、そして、また内回りでね、2周してまいりましょう。はい、帰り券が入居済みになりましたよ。じゃあまた内回りに乗りましょう。あ、その前ちょっとトイレ行っておいた方がいいね、エンタメね。はい、トイレかなり行列しましたけど、出られるので立せまして、特に呼吸は水分もなしなんですけどね、これから7周目、8周目回ってまいりましょう。往復乗車券で臨む、往復乗車券で2周回れるというやつですね。ちょっと混んでいきましたね。ここで座れれば2周座れるから、2時間座れる。ご乗車ありがとうございます。痛恨の大ミスでございます。なんと乗ったのが池袋行きだったというね、とんでもない話ですね。まあ、もうなの で池袋発車やつと比較するわけではないとダイヤを調べましたので、大塚で次のやつを待ち受けたいと思います。まあ、ちょっと画量点数かけましたね。一周するって一般的にはね、同じ列車の一周するさすので、一般的にはね、制度上はそんなことないんですけど、ちょっと画量点数かけましたが、まあしょうがないです。判断ミスを攻めたいと思います。事故のね、ちゃんと2周して秋葉原まで2回行くことを確認しました。ダイヤで乗ってまいりましょう。大塚駅から乗り継ぎの山手線1番。あー、混んでるな。まあ、池袋で座れるといいですね。秋葉原駅で、これで往復環状線周乗車券の帰り券の交渉を終わりまして、ただいまから乗ったまま、8周目、雪券の交渉に入ります。秋葉原、はい、ご乗車ありがとうございます。途中の8周目終わりましたね。さあ、また、自動改札はもう入れても、ね、迷惑かかるので、すいません、これでまた山手線に2周してきたんで持ち帰りでお願いします。
はい、ありがとうございます。というわけで、はい、また今度お前向こういいんだろうという、ね、選択肢を示されませんでした。ということで8周終わりましたが、まだもう1周したいと思います。さあこの分数表を見ていただきたい。山手線周500円はありません。でもここは秋葉原駅だということで、今からこの150円の金額券を使って山手線周したいと思います。これができるっていうのはなかなかね、ポーカーとしてはありがたいのではないでしょうか。最低運賃150円の金額券で入場いたしました。さあ外回りでラスト1周9周目乗ってまいりましょう。さあこれも感情運転することをダイヤで確認しました。今回の山手線9周目となります外回りになります。はい、もうこの時間すっかり空いてきましたね。もう東側空いている感じで、あたりがバレたり、秋葉原ご乗車ありがとうございます。秋葉原駅歴車でございます。山手線休止終わりました。あの3分ぐらい休止ですね。新大久保で先行する列車が9分に変わったんですよ。さあこの150円切符通れるんでしょうか。多分通れないはずなんだよね。入場券と間違って買うために人がいるためにこれは禁止してるはずだよ。都営地下鉄は環状線周できるんだけどね、これはやっぱりダメだ。ということで、はい、この切符で山手線一周してきて、自分の認識ですと、ちょっと待ってください。これが、これでさっき乗ってったんですけど、150円の切符で、このカードと乗れるっていう範囲なので、これで、すいません、じゃあ記念にいただきたいんですけど、すいません。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。はい、無事チケットキャンセラーとしたのが来ましたね。そして無効印いただきまして、これやっぱりあのでっかいに寄せないから無効印なのかなということで、無事下車できましたし、ちゃんと今のね会話やってたと通った通りなので噛んで、150円で売られるというね。でもこれ説明しないと多分ダメなんじゃないかな。皆さんちゃんと理論武装して150円の金額券でも山手線周乗車ができることが分かりました。ということでこれで九州道苦行がしまったわけですね。普通にアップルペイスイカで秋葉原駅入場しましたが、まあ、どうせならね何か食べていこうかと思いまして、もうこの時間だとあんまり激辛やってないんだけど、一応ここに激辛的な要素を歌うものがねメニューがありますので、ちょっとこれをいただいてみましょう。はい、スパイスファクトリーというね東京フードバー秋葉原駅の改札内ラッチ内に店舗ですね。あのね、親父の洗面所とかね、入ってますけど、そこのスパイスファクトリーですね、これが、スパイスカレーでしたっけ、それとったスパイシーチキンカレーですね、800円でございます。で、カイエンペッパーとね、ホワジャオは、ホールですね。この半分だけかけてね、ちょっと加減を見てみたいと思います。あ、朝から何も食べてないからな。秋葉原駅改札内東京フードバーにありますスパイスファクトリーのスパイスファクトリーのスパイシーチキンカレー800円、3分強ごちそうさまでした。ね、なんかね普通にちゃんと本格的でしたよ。あの甘み、強めの甘みですか、スパイスたっぷり、辛さもねココイチ6辛くらいありましたね。びっくりですね。旨味もね適度に今日本向けであってね、まあ、唯一ご飯が硬く炊いただけっていうのはねちょっとねあれでしたけど、他はねちょっと取り立てて強い決定はないですね。めちゃめちゃ美味しいんじゃないですか。ということで、でカイエンペッパーとね、お味を足してもすごく美味しくいただけました。味見できてあんまり辛くなかったんです、そっちはね。だからあのかけてるとことかけてないとこ交互に食べてね、そんなに辛み違うのかと思いました。美味しかったですし、おすすめでございます。というわけでごちそうさまでした。詳しくは激辛とかご覧ください。はい、高い高い総武観光線を曲がりまして、本日の旅ラストラッツダルナイ
座れそうです。無理でした。はい、錦糸町駅で降りて今日の苦行耐久レッスンおしまいです。というわけでご視聴ありがとうございました、次回の旅ですが今週末土曜日から、秋の乗り放題パス使って、成子温泉郷を復します。2泊目はこれまで、立ち寄りもしたことがないお宿となります。チャンネル登録よろしくお願いします。